七一首五川十一番これが二戸稲造さんのお墓なのでちょっと行ってみましょう,、まあ、もう皆さんね二戸稲造さんは聞いたこともあるしあの例の五千円札ですね旧五千円札でも使われていた肖像画に使われていた方ですので、えー、見たことがあるという人もたくさんいると思いますそして二戸稲造さんといえばもう世界的な名著と言われている武士道を執筆した人です まあ作家というふうにはです、ね、教育者という形のほうが、えー、教育者として活躍,活躍された方ですねさあ。この通り、この右側のほうに、ニトベイ造さんのお墓があります。ニトベイ造ゾウさんは盛、ね、岡藩士で勘定奉行を務めていた、ニトベ恒典さんの三男として、えー、生まれました。 そして1877年ですね、明治10年の時に、青年を大使を抱けで有名なクラーク博士の開校した札幌農学校の日期生として入学をします。クリスチャンです。まあ、同級生にね、あのキリスト教の代表的な指導者で有名な内村勘蔵さんのがいます。内村勘蔵さんもですね、タマレーンにお墓があるので、今度紹介したいと思います。で稲造さんは この札幌農学校を卒業した後に東京帝国大学に進学するんですがまあ当時はですねまだ明治の初期なので研究レベルの低さにですね、えー、失望して、えー、太平洋の架け橋になりたいということで自分で自腹切ってですね米国のジョーズホピ・ホップキンス大学に入って、えー、勉強しましたさあ到着しましたねこの右側が はい、ニトベイナゾウさんのお墓になりますちょっと見てみましょうはい、入りますニトベイナゾウの墓と書かれてますねニトベイナゾウさん、アメリカに渡って、えー、まもともとキリスト教徒だったんですがこの伝統的なキリスト教信仰にすごく懐疑的であったので いろいろ調べてみるとキリスト教のプロテスタントの一派でキリストの誘拐のクエーカー派っていうのがあってですねそれにすごく興味を持ってその集会に、えー、通い始めたとそこで後の奥さんになるマリー・エルキントンさんと出会うんですねこちらの星見てくださいはいニトベイナゾウさんからニトベイナゾウさんよ第44代ニトベ家の第44代と刻まれています その下、妻にニトベ・マリコって書いてありますね。これが、えー、マリー・エルキントンさんですね。さあ、その下、ニトベ・トーマスって書いてあります。ニトベ・トーマス。これがあのお二人の、えー、長男なんですが、えー、このトーマスさん、これにも書いてある通り、生後8日で亡くなってしまうんですね。まあ、生まれて1週間ぐらいで亡くなってしまいます。 これは2人,と2人にとってものすごくショックだったみたいでしてそしてえまあ仕事もちょっと休んでですね2人でカリフォルニアの方で療養生活に入りましたこれがちょうど1900年ぐらいですね明治の33年あたりですねここで執筆したのがまあ先ほども紹介した「武士道」です最初外国人向けに日本のことを書いた本ということで 英文で書かれて、えー、アメリカとか海外で出版されてベストセラーになるで日本人のことを書いた作品です今はねもう武士道いろんな形で、えー、いろんな方々が書いてますのでそういうのを参考にしてみてくださいそうですでこのトーマスって2 <laughs> 人の、ねあのー、子供トーマスさんはですね、えー、トーマス・エジソンからつけてます、まあ、これ見た目稲造さんトーマス・エジソンとすごく仲良しでですね そのトーマスという名前を付け,けたということです。さあそして、まあ、少しずつ元気になってですね、えー、その後ニトビ造ナゾウさんは台湾総督府の技師や大学の教授やまた東京女子大学の学長とか、まあ、女子教育にすごく力を入れられました。それと同時にですね1920年大正9年ですが国際連盟というのが発足、えー、されて そしてこの武士道の、ね、著者としても世界的でも著名であってなおかつ国際人であったこのニトビ・イナゾウさんがなんと事務次長に抜擢される、ね、国際連盟の事務次長に抜擢されたと、まあ、当時は白人主義ですからね、えー、世界の中でね汚職人種とか、まあ、黒人の方とかはとても差別されておりましたイナゾウさんはです、ね、この事務次長時代にです、ね、この人種差別を撤廃するっていうのを提案をもうずっと掲げ続けて でいろんな国々にも掛け合ってで過半数を、ね、達成するぐらい、えー、その人種差別撤廃の、えー、支持を、ね、集めたんですけれども、まあ、最終的にこの議長だったアメリカのウィルソン大統領に否決されて実現できなかったとっいうねただもう早い段階からこの人種差別撤廃問題に、えー、すごく取り組んでいた方ですとただちょうどねその昭和ぐらいに入ってくると、えー、日本もね軍国主義になってきて もう国際平和をね稲造さんはすごく世界中に掲げ続けてきたんですけれどもなかなかそれがあのかなわず日本は軍国主義の方に舵を切り世界もどんどん戦争と向かっていってしまうとそんなさなか1933年日本は国際連盟を脱退してしまうついにね脱退してしまってその年の末ですね稲造さんは太平洋問題調査会 会議っていうところにね、日本代表団長としてカナダに赴いて平和を訴え続けていたですがその帰り途中でですね、えー、亡くなってしまったというそういう流れですこれからお墓参りに行くところはこの名誉霊域にお墓があります東郷平八郎さんのお墓参りに行きたいと思いますまあ東郷平八郎さんはですねもうご存知の方たくさんいると思います 明治大正期に活躍されましたもう元帥海軍大将の講爵でもあった、えー、軍人さんでございますもう日露戦争の時のバルチック艦隊に、えー、勝った、えー、提督でございますその方のお墓参りに行きたいと思いますその前にですねこの名誉霊域ちょっと名誉霊域についてのお話もしたいと思いますねこの多摩霊園にはですねこの名誉霊域という場所があってですね、えー、この正面 見えづらいですかねちょっと木が重なって見えづらいですけども、正面にですね霊、えー、のシンボルでもある噴水塔があります、あれ高さ15メートルなんですけれどもね、そしてこちらの結構広いスペースなんですね、これ両側、これ反対側にも道がありますが、これ、1000坪あるそうですね、3300平方メートル、この区域がですね名誉霊域と言われております。 そして国家的功労者の埋葬をもうすでにですね、この霊園がですね、えー、開園した当初から、えー、そういうのを想定してですね、えー、こういう名,名誉霊域というのが作られましたもう設計段階よりですね、名誉霊域が作られておりまして国家的功労者の埋葬を、まあ、計画をしていたということですね、まあ、こういう名誉霊域というのはですね、公園墓地にはとてもふさわしいんじゃないかとそう言われてですね、作ったそうです 現在ですね、この名誉霊域にお墓があるのは、えー、今からお墓前に行く東郷平八郎さんと、えー、そして山本五十六さんそして古賀峰一さん、えー、この3名のみですもう全員がですね連合艦隊司令長官を経験した元帥海軍大将の方でございます1944年の太平洋戦争も敗色が濃くなってきた時期に亡くなった古賀峰一長官がですね最後に 名誉霊域にはお墓が作られておりませんですので現在もこの3名の方のお墓のみとなります番地はですね7区特殊一側という表記になって特殊という表記になってますこの特殊の表記はこの3名しかおりませんそして統合家がですね1番山本家が2番小掛家が3番という,そういう流れになっております そして、えー、今回ですね、えー、この三名をですね、えー、連続して、えー、ご紹介していきたいなと思っておりましてそのトップバッターを東郷平八郎さんを紹介したいと思っております到着しましたもうここはどんとね、えー、噴水とあります十五メートルの高さですさあそのこの横ですね到着しましたはい東郷平八郎さんの お墓でございます、えー、まずこの目の前ドーンと立っているのがですね、えー、東郷平八郎さんのお墓になりまして、えー、ここにはですね元水海軍大将皇爵東郷平八郎の墓とありますこの家紋のところ下のね、えー、花鉢のところに三笠保存会と、えー、刻む 花鉢があります。ちょっと見えづらいですね。はい、ちょっと見えづらいです。そして、えー、右側。ちょっとこちら見えづらいですかね、えー、右側にもお墓立ってまして、こちらはですね、えー、奥様の徹子さんの墓ですね。公爵東郷平八郎妻徹子墓で刻まれております。そしてこの左側ですね。左側にも。 左側は統合家の墓が。立っております。ちょっと中でいろいろ確認したいところなんですけれども。入り口に、えー、門が、えー。ちょっとありますので。ちょっとここはあえて。聖域に入らずですね。ご紹介していきたいと思います。そして、えー、この墓所の右側ですね。こちら。こちらに日が立っておりまして。 これはですね、えー、類の日でございます。類というのは祈り事とか忍び事という意味で個人の生前の功績を称え昭和天皇からその死を悼む弔辞を賜ったという、えー、ことの意味であってそれを記念した日が立っております。東郷平八郎さんの,この国葬 国葬になったんですけれども国葬とかですねあとこの多摩霊園になぜお墓があるのかとかそのような話をちょっと紹介していきたいと思います、えー、そもそもですねなぜ多摩霊園に、えー、埋葬することになったのかっていうところなんですね、えー、東平八郎さんは1934年の5月30日、えー、昭和9年に、えー、満86歳でお亡くなりになりました そしてその同年のですね6月5日に国葬が取り行われることになります。当初よりですね東郷平八郎さんのお墓はですね東郷さん自身がですね生前献望したお母さんお母さんが眠っていたマスコさんですねお母さんのマスコさんが眠る青山墓地に埋葬する予定でございました。ところがですねこの墓地の広さっていうのが約6坪まあ20平方メートルぐらいですね。 それで国葬される方にとってみたら狭すぎるんではないかということで当時の東京ですね東京の当時は牛塚東京市長さんだったんですけれどもその方がですね国家的功労者を埋葬する予定であったこの多摩霊園の名誉霊碑を提供してそちらにお墓作りたいと海軍省に申し入れをされました。統合家はですねこここののの海軍省とと相談の上この申し出を受けることに なりまして、えー、そして東京もですね、えー、その国葬が始まる前に三事会でですね、名誉礼儀の使用を正式に決定したという経緯があります。そして、えー、ここの玉蓮に、えー、お墓を作ってですね、そして国葬が取り置かれるという流れになりました。 えー、なお、ですねこの1930年5月30日、東郷平八郎さんが亡くなったときにです、ね、その死去はですね世界各国で、えー、報じられております。イギリスでは東洋のネルソン提督が亡くなったとか、ですねドイツでは東洋のティルピッツが逝去したとか、ですね、まあ、自国の海軍の海軍の父的存在の人たちになぞらえて哀悼を示したそうです。日本の新聞もですね ある新聞では小学生が書いた東郷元帥でも死ぬのっていうようなね文面が掲載されたりとかまあ日本中すべての新聞などでも報じられましたまた東郷さんの,ですねこの国葬に合わせて英米両国から日本向けに追悼のメッセージがラジオでも放送されておりますそのぐらい世界中でその東郷平八郎さんの死はですね報じられました 年の6月5日に国葬が行われました国葬の際にはですね参列のために各国海軍の儀礼艦が訪日されておりますイギリス海軍シナ艦隊の重要洋艦サフォークとかですねアメリカ海軍アジア艦隊の重要洋艦巡洋艦ですねアアアメリカ海軍アジア 艦隊の、えー、重十艦オーガスタこの時の艦長はですね、ニミッツ大佐ですね、まあ、ちょっとニミッツ大佐との逸話なんかもたくさんあるんですがそちらホームページに書いてありますあとフランス海軍極東艦隊の軽十四艦、えー、プ,リモプリモゲこれらの船がですね、えー、日本艦隊とともに横浜港で半旗を掲げ長方、えー を発射されましたまた儀仗隊を、えー、送列にですね、えー、参加させております遅れてですねちょっと有告の時間になってしまいましたがイタリアの海軍東洋艦隊十四、えー、艦のクアルトなどもですね入港しましたそして一日遅れて、えー、翌日に中華民国練習艦隊の、えー、巡洋艦、えー、ニンハイが入港されております 中国は、ですね、えー、ちょっとこの国葬の日に間に合わないと、入港が間に合わないと判断しまして、えー、なんとですね、この儀仗ょ隊を下関から列車に,列車に乗せて、ですね東京に向かわせ、弔意を示したとされております。えー、国葬当日の人出でございますが、えー、東郷さんのご自宅。 えー、現在はですねこの東京都千代田区三番町にありまして、現在統合公園になっているところですね、えー、ここがご自宅でした、このご自宅から国葬が行われた日比谷公園まで、えー、59万7000人が参列したと、そして国葬場付近には70万人、そして国葬場から多摩霊園までが56万7700人、えー、参列したと記録されております。 国葬場では10万人の霊前の参列ができましたが、60万人が参拝できなかったと、警視庁が発表したほど大騒ぎになったとされております、まあ、このようにです、ね、多数の紙面で東郷元帥のです、ね、国葬の模様が取り上げられたことによって、まあ、今まで,です、ね、この多摩霊園はです、ね、全然人気がなかったんですけれども、まあ、一躍世間に注目される場所となりました。 そして我らの東郷さんと同じ場所でお墓を作りたいという希望者がですね、もう殺到しまして、そして多摩霊園がまあ人気が爆発したというそういう流れになります。お墓参り行くところはですね、山本久六さんのお墓参りに行きたいと思います。 えー、名誉霊域のことに関してとかですね東郷平八郎さんの動画で、えー、ご紹介しておりますのでそちらをご覧くださいそして東郷平八郎さんについで,ですね、えー、このタマレーンの名誉霊域の第2号として埋葬されたのが山本一六さんでございますちょうど2021年の12月8日がですね太平洋戦争開戦80年と80年目と。 なっておりましたので、結構山本五十六さんに関するですね、特集の番組が多数ありましたので、えー、お名前知っている方多いと思います。えー、山本五十六というね、言えばね、連合艦隊司令長官として、太平洋戦争の口火を切るハワイへの真珠湾攻撃を計画して指揮した人物でございます。 奇襲攻撃は卑怯ではないかという見方もありますが当時の日本が大国アメリカに勝てる賞賛はほぼゼロに近くそれは軍部の誰もが知っていることでございましたできるならば戦わない方向で外交も続けておりましたがしかし石油の輸出を止められ無謀ともいえるアメリカ側の要求を受け入れることができなかった日本側はやむを得ぬ判断をせざるを得ない状況まで追い詰められました そこでこの山本五十六さんが発案されたのが短期決戦で講和に持ち込むための第一作戦である真珠湾攻撃となりました真珠湾攻撃でアメリカの出花をくじく大勝利とされておりますがアメリカ現地の外交官との連携ミスで宣戦線布告が攻撃後になってしまったことや 真珠湾攻撃の目的であったアメリカ側の空母に打撃を与えることはできませんでした結果物量すべてに勝るアメリカ側は体制を整えそしてミッドウェイ海戦の日本側の敗北を機に講和のタイミングを見合わせた戦争はですね泥、泥沼化していく結果となっていきましたその真珠湾攻撃の発案者でもあり指揮をしてまたミッドウェイ作戦も指揮をして 結果残敗になってしまいましたがこの太平洋戦争の起点となる戦いを指揮したのが山本五十六さんでございますこの名誉霊域の第2号でございますので名誉霊域はですね7区特殊一川と表記されまして1番が東郷平八郎さんそして2番がですね山本五十六さんですでもう1人3番が小賀美一さんでございますこの3名の方の お墓しか建っておらずですね、その後は、えー、名誉礼儀にお墓が建立されたことはございません。はい、到着しました、山本五十六さんのお墓でございます。はい、正面に、えー、山本五十六墓がございますね。えー、原水海軍大将正三位 大空位高一級山本磯六墓と刻まれておりますちょっと見えませんが裏面にはですね昭和十八年四月に戦死したことが刻まれております墓石の字はですね与内光雅さんが書した文字となりますこちら右側にですね、えー、日も立ってますこれは恩、えー、類の日と言いまして えー、類はですは、ね、祈り事、忍び事という意味です。個人の生前の功績を称え、昭和天皇からその死を悼む弔辞を賜ったという、えー、意味でございます。これを記念した御、えー、類の日というのが立っておりますす墓墓所はですね、えー、このの左側に山本家の墓もございます。 はい、この正面ですね正面に大型の山本家の墓があります、ちょっと見えませんが、裏面にはですね昭和45年3月に建立したということが刻まれておりまして、左側にです、ねえー、墓誌もあります、ちょっと後で、えー、また紹介したいと思いますが、こちらは長男のですね山本義正さんが、えー、建てたお墓でございます。この異号作戦終了後 ブーゲンビル島、ショートランド島の前線航空基地の招兵をねぎらうためにですね、山本五十六さんは現地に赴きます4月18日午前6時五十六さんを含めた連合艦隊司令部は第705航空隊の一式陸上攻撃機2機に分乗してラバウル基地を発進します五十六さんは1号機そして動きまとめさんら えー、三望町は二号機に登場しましたこの宇垣まとめさんもですね、えー、タマレンにお墓あるんですね二十区一十八川18番ですまた別の機会で紹介したいと思いますこのように一、えー、号機と二号機に分かれてですね、えー、そして、えー、ラバウル基地を発進しましたしかしですねそれらの行動すべてアメリカ軍は傍受しておりましてそして待ち伏せをしていたアメリカ軍に攻撃をされ 1>, 1号機2号機とも撃墜され墜落していました2号機はですね海面に墜落したためまあ、宇垣まとめさんらは命が助かりました1号機はですね翌日発見されますそしてイソロクさんら含む全員がですね登場した全員が亡くなりました イスロクさんの遺体はですね、機体の傍らに放り出されていた座席に着座し、右手に軍刀を握ったまま、大全としていたとのことでございます。全員がですね、戦士扱いとなって、えー、なりました。歴代の連合艦隊司令長官の唯一の戦死だともなりました。山本イスロクさんは、去年59歳でございます。これらの一連を、 海軍高事件と言います。六月五日、えー、国葬が行われます。葬儀委員長は与内光美正さんが務めました。この六月五日というのはですね。えー、この多磨霊園の名誉霊域の第一号でもあります。東郷平八郎さんの国葬も六月五日だったんですね。山本五十六さんも同じ六月五日に取り行われました。そして、この山本五十六さんはですね。皇族とか家族ではない。 平民が国葬された初の事例となりますこの国葬の様子はですねラジオで実況中継されました国葬の場所も東郷平八郎さんと同じ日比谷公園で葬儀が行われます一般市民の拝礼には人々が殺到したため約1万人で打ち切りになりましたそして打ち切った後 玉レーンに運ばれましたが、日比谷公園からこの玉レーンまでのですね。沿道は途切れることなく市民が参列されました。なおですね。この玉レーンが本場科ではございますが、えー、生まれ故郷のえ郷、ー、里長岡にもですね、えー、分骨されましてですね。遺骨は分骨されております。 6月18日にですね、文、えー、骨の遺骨は郷里の長岡に出発されたという記録が残っております。噴水塔、噴水塔です。多摩林園のシンボルの噴水塔のまさに、えー、目の前にいます。ここのすぐ近くですね。ここのね右側なんですね。 たまね園の正面の入り口を背に下、右手側、歩いていくと、8区があります。高橋惟鏡さんのお墓は,8は8 8 8、ね、8区、1区、2側16番ですね。8区、1区、2側十六16番、もうまさにここですね、8区、1区、2側16番の、もうすぐここです、到着しちゃいました。 はい、高橋小暦夫さんのお墓ですはい、ここですねあ綺麗なお花がもういけてますね大久井この横にも火がありますねこの火はですね温、えー、類の火って言いまして温類って言いましてこれ類というのは天皇陛下より たま、えー、った長いのことですね。お葬式の時にですね、えー、貢献日本に貢献したということを、えー、天皇陛下からいただいたものです。ルイの日って言います。はい、高橋功力教さんの動画ですね。えー、高橋功力教さんの人生はですね、もうまさにもう波乱万丈。 まあ波乱万丈な人生です。もう七転び八起きの波乱万丈な人生です。もう幼少期の時からですね。もう人間万事塞翁が馬っていうのがもう地で生きていったような人ですね。ちょっとあのー、長いんですけども、高橋是清さんの人生はもうまさにですね。皆さんに聞いてもらいたいぐらい。えー、すごい。もう、えー。もう上がったり下がったりの連続なんですけれども、その都度ですね。這い上がっていくという。えー、そういう人です。 まずちょっと幼少期の時からですね、えー、ご紹介したいと思います。まず、生まれた時からですね、波乱万丈ですね。えー、お父さんは、ですね、えー、幕府の御用絵師をしていた川村昭右衛門という方ですね、当時47歳。えー、そしてその川村家に行事見習いのために奉公に来ていた、えー、金さんという、えー、当時16歳。えー、その溥儀の子として生まれます。えー、主人が手を出してしまったということですね。 えー、そして金さんからあの、まあ、高橋昆虫さん生まれるわけなんですが溥儀、まあの子ですから、えー、生後4日で、えー、養子に出されると養子に出された先が、えー、仙台藩の足軽の高橋昆忠という方の、えー、家に養子として、えー、送られるとところがですねその養子先の、えー、ご両親にですね実の子供が生まれてしまったため えー、それを疎まれて、ですねこれきよさん、要祖母ですね、もうそのおばあさんですね、<laughs> そこの家のおばあさんに、えー、のきよさんという人なんですけれども、そのきよさんに育てられると。そして、えー、さらにですね、まだまだ波乱万丈続きます、1855年1歳の時ですね、安政の大地震という大きな地震がありました、その時に高橋家がですね、倒壊してしまうんですね。 そして、その中にいた堀清夫さんはまだ1歳です。1歳ですが、なんと針と柱の間の隙間に偶然入る形となって、怪我もせずに命拾い。幸運ですね。さらに5歳の時、き、御三家の行列に飛び出してつまずいて、先駆けの馬に踏まれるんですけれども、奇跡的に体は踏まれずに、無傷で助かると。もうみんな死んなな、死だかと思ったぐらいな 感じだったんですけども奇跡的に踏まれないというね、えー、踏まれたように見えたっていう形ですね、まあ、そのようにもう,もう運運も味方して命拾いですねそしてこの、えー、育ての養、えー、祖母になる清さんはですね、えー、足軽まあ江戸時代ですからね足軽では出世ができないため、えー、将来を暗示でですね、えーまあ継ぎにも実子が生まれてしまったのになれないのでええー まあ成人の後に御家人にさせようと思って寺に通わせるんですね。で寺に通わせていたら、まあ、そこの出入りしていた藩の重臣にですね目をかけられて、えー、でその人たちその人のおかげで,ですね横浜で英語の勉強ができるという、そういう機会を得ました。この時十11歳ですね。11歳の時に横浜に出てきます。そして横浜のヘボン塾ですね。ヘボンという人があの やっていたヘボンの夫妻がやっていた英語、塾で英語を学びます。ついでにアルバイトも始めますね。その時に銀行家として来ていたシャンドという人の家のボーイを務めます。その時12歳ですね。12歳にして、そのシャンドの家で酒を覚えると、そんな感じです。このシャンドさんは後にですね、これきをめちゃくちゃ助けますんでね、ここで12歳の時に出会うという形です。 えー、1867年に藩、えー、の留学生としてアメリカに渡るチャンスを得るんですねそして、えー、仲介したアメリカ人貿易商に、えー、学費と渡航費を着服されると、えー、そしてホームステイ先の人に騙されて訳、えー、も分からずサインをしたところそれが奴隷契約書だったっ、ねえー、そしてオークランドのブラウン家に売られていった えー、留学をしに行ったのに奴隷にされるというそしてあのここまでは結構ね有名な話なんですけれどもじゃあ奴隷で何やってたのかってところは意外に語られてないのでちょっとあのお話ししたいと思います、えー、奴隷になったのを知らなかったわけですねコレキオさんわけわかんサインしてしまったんでなのでそれを分かった時にこのブラウンさんですね主人に食ってかかったんですねえー、なんだこりゃってことでね 食ってかかったんですけれども,も主人からしてみたら奴隷が何か言ってるって感じですよねで生意気だっていうことですね殴られて殴られた表紙にヘ、えー、が出て、えー、おなれが出てしまったとそして決まりが悪かったのでコレキオさんにっくりと微笑むとそしたらそばにいた婦人が、えー、仲裁してことなきを得るっていうねコレキオの辞典にもこれ書かれてるんですけれども、えー、まあその後もですね 泥はなんとかなったんですけれども、やっぱし奴隷になるつもりでアメリカに渡ったんじゃないってことでですね、えー、だったら、その主人たちにですねあの嫌われれば、まあ、出ていけって言われるだろうということで、わざと皿を割ってみたりとか、わざとやる気がない態度をしてみたりとか、めちゃくちゃ迷惑をかけて、かけてみるんですね。 まあ主人とかですね、奥さんにですね、そんな荒っぽいことはしていきませんと、えー、まさに人間教育されてしまうぐらいな感じですね。ある時コレキオさん、えー、気づいたんですね。ここで反抗、歯向かってもしょうがないと。だったら、せっかくネイティブなアメリカに来ているんだから、えー、だったらこうきつい勉強だと思って、むしろここで英語学んじゃおうぐらいな感じですね。えー、そういうふうに切り替えて、えー、むしろ、えー、いろいろコミュニケーションを取るようになって、 そしてネイティブな英語を身につけたという形ですね。この奴隷契約書、3年契約だったところ、1年で帰国の許可が許されてですね、帰ってきます。そして帰国し,て帰国したらですね、びっくりですよね、藩、えー、が亡くなってるっていうね、もう江戸幕府終わってたみたいなね、明治維新になってたんですね。それでもう帰るところもなくなってしまって、何をしようかってことだったので、とりあえずですね、学校に入学ですね。 学校に入学してみたら、そこの日本の英語の先生よりも英語ができてるっていうね、まあ、本場事故の英語が認められてしまって、16歳にして英語教師になります、えー。むしろ先生になってしまったってことですね。ところがですね、これ、今朝まだ若いので、17歳の時に茶屋遊びを覚えてしまったんですね。もともとね、12歳で酒を覚えてますからね。 今度女酒と女遊びにちょっと狂ってしまってですね、えー、そして教師首です、えー。17歳で、えー、教師首。<laughs> そして、首になってどうしたのかと言ったら、そこでちょっと入れ込んでいた日本橋の、えー、流行の芸妓さん、えー、この家に、えー、転がり込むと、もう居候ですね。そして太鼓持ち、箱屋って当時は言いました、まあ。いわゆるマネージャーみたいな感じですね、そこの芸妓さんのマネージャーみたいな形。 になって、えー、まあ、落ちぶれてた、落ちぶれてたっていうかね、それを楽しんじゃってたってことですね、若けの至りですね、そんな時ですね、仙台から、まあ、育ての養そばですね、清さんがやってくるわけですね、やってきて、まあ、意見をされる年でもないだろうけれども、よく考えて、一生謝らないように、なんて言われてしまったんですね。 そししたたらままあこれは響きましたよね心に響いてしまいました。あこれはいけない、ちょっと改心して、えー、もう一回先生に戻ろうということで、えー、たまたま先生の募集をしていた佐賀県ですね、今の佐賀県唐津にあった英語教師に復帰します。ここは1年間やったんですが、実はそこでのね教え子さんたちが、ね、日本を結構代表する人物になってたりします。そして、えー、東京にも戻ってきて、開成学校。 の教師とか文部省のお仕事とか、まあ、翻訳とかさまざ、あ、まやってでついには24歳の若さで校長先生にまでなるっていうねで校長先生になった時に自分が貯金したお金でですねもうちょっと区学生たちを支援したいということでこの貯金したお金をもうちょっと増やそうって楽して増やそうってことで相場に手を出すんですね相場に手を出して大大損ですね えー、そんなにうまくいかないっていうことで、大、え、損、ー、してしまいました、そして頭に来たので、これ、清さん、大損して、えー、引き下がる人じゃないですね、ここの相場のメカニズムをこう学んでやろうと思ってですね、えー、中売店を開業して、もう実地調査をして、えー、相場のからくりをしていくっていうね、そんなことしてますね、24、ね、25歳の話ですからね、これね。 見えてきましたね岡本太郎さん岡本家のお墓ですこちらになりますもう岡本家のお墓はですね、えー、このように岡本太郎さんが芸術家ですから芸術的なお墓が並んでますはい。 こちらが岡本一平さんのお墓になります、まあ、岡本一平さんのお墓はですね、えー、岡本太郎さんが花器、えーまあ、花を植え生,きる生けるです、ねえー、芸術作品として、えー、作ったこの作品名は「顔」というタイトルの作品ですなんか大阪万博の太陽のとおりに似てますけれどもこちらの、えー 一平さんののお墓の方が先ですねこれはちょうど、えー、岡本一平さんが七回忌の時に岡本太郎さんが設置したと言われています。あここにですね太郎太郎って入ってますねちゃんとね岡本一平さんです。この岡本一平さん先ほども説明しましたがあ漫画「万文」という えー、今の現在の漫画のスタイルを確立した人なのですが、えー、他にもですね我々に馴染み深い言葉を残していますね、えー、それは、まあ、夏の高校野球の甲子園、あの甲子園のスタンド、よくアルプススタンドって呼びますよね、あれをアルプスの山、それに例えてアルプススタンドと命名した人でもあるんですね。 さあこの岡本一平さんの作品の後ろ側からあまり見たことないじゃないですかねこんなふうになってますねこんなふうになってます当時この岡本一平さんのお墓,お墓をですねこの芸術作品のとして活用した際にはなんかお墓の革命だなんてそんなふうに言われたぐらい まあ珍しいお墓、当時としては珍しいお墓ですね。さあ、この一平さんの隣にあるお墓が、まあ、岡本太郎さんのお母さん、岡本佳子さんのお墓になります。まあ、岡本佳子さんは、もう名家のお嬢様として生まれてたんですけれどもね、虚弱体質でえ外で遊べなかったんで、幼少の頃から短歌などにえ馴染んでですね。 えー、10代の頃には大貫かの子、まあ旧姓大貫さんと言いますので、大貫かの子のペンネームで歌人として、えー、活動を始めました。この一平さんとですね、えー、出会ったのが19歳の時です。そして、えー、次の年、もう二十歳にはですねこの一平さんとかの子さんはご結婚され、まあ、早い段階でご結婚されたんですね。ただ当時はでですね今で言う なんですかね、このゴスロリーファッションなんですかね、香音子さん、先駆けすぎて、ですねそんなような服装で一平さんの家に挨拶しに行ったら、追い出されて、結果的に2人で新婚生活を始めなければいけないっていう、そんなような逸話があります。その次の年から1911年に長男の岡本太郎さんが誕生します。ちょうど一平さんが24歳の時で かのこさんが21歳の時でしたその川本康成さんと出会ったものもですねその愛人さんの仲介で、えー、出会ってたりもします何人かいるんですねさあこの岡本一平とかのこさんのお墓の向かいにはですねはいここに岡本太郎さん岡本太郎さんのお墓がありますここに岡本太郎って書いてありますね この作品、すごいですね。この作品はこの太郎さん生前に作った「午後の日」という、えー、お墓です。太郎さんのお墓は「午後の日」という、えー、作品です、えー。皆さんもご存知の通り、えー、岡の太さん、有名な芸術家ですね。えー、結構、えー、CM とかで、芸術家爆発だみたいな CM とかで、えー 活動されているので、えー、記憶にある人もいるのではないでしょうかこの午後の日、まあ、岡本太郎さんの作品を知っている方であるならばちょっと疑問に思うところがあるんですねこのお墓で使われた午後の日という作品と他にもですね若い夢若い泉という作品があるんですがこれ全部同じなんじゃないかと全くなんかあの似たような作品が3つあるんですね でネットで調べるとです、ねなんかこれ、こ,この,鼻の形がとか顔の丸みが違うとかいろいろ書いてあるんですけども私もとっても疑問になりました、まあ、鼻の形がなんかとんがってるのが午後の日で丸,丸いのが若い泉,あ若い泉じゃ若い夢じゃないかとかいろいろ書いてあるんですが非常にちょっと分からなかったので先日、ですね、私岡本太郎美術館に電話して聞きました。 電話した結果ですね、えー、まず、若い泉という作品は口から水が出てると、これが違いでは分かるとで、午後の日と若い夢の違いは何なのか、これはですね、岡本太郎さんがその地域地域で、そのイメージによって思った題名をどちらかにつけたということです。なので、えー、何か区別ができるものではないという見解でした。 だからと花が尖ってるとか丸いとか、まあ、花が尖がってても丸くても、えー、午後の日とか若い夢という作品があるってことですね、えー、そういうように岡本太郎美術館からも公式な見解を私電話で聞きましたんで,、ね、でただこの岡本太郎さんこの玉麗園にある岡本太郎さんの作品は午後の日で統一されているそうですちなみにこの岡本太郎さんの この作品はです、ね、石ではなくてですね、FRP っていって繊維強化プラスチックや陶器製、まあ、ブロンズでできているということです。ブロンズでできているんですね。そして、えー肩、肩を取ってたくさん作ったそうなので、えー、ここの墓以外にも、えー、全国各地に同じような作品がたくさんあるということです。ですね、岡本太郎さんの 後ろ側、あんまり後ろ側を見ないですけど、ちょっとあんまりそちらに行けないんですけれども、えー、このようになっています。そして、この岡本太郎さんのこのお墓は、えー、亡くなったのが、えー、1996年ですが、その一周期の時に、ここに、ここの日の作品が、えー、墓碑として、えー、設置されました。その設置したのが、ですね岡本敏子さんという方です。えー、岡本敏子さんはですね、えー あのもう奥さんではないんですよね一応養女となってます養女となってますがもう岡本太郎さんの秘書としてもう50年近く一緒に、えー、岡本太郎さんを支えてきたとで一応秘書,というか秘書,秘書で養、えー、女という形ですね年齢差14歳ですうんお互い独身だったということもあって長い年月共にしたということで、まあ、夫婦みたいな関係ですけど養女となってますね えー、2005年亡くなった時にこちらにある墓がこのお墓に設置されました岡本太郎さんと岡本敏子さんもう連名で並んでいる墓が設置されていますもう夫みたいな感じですねバス通りっていって多摩霊園が、まあ、こっちも両方とも多摩霊園ですけれどもそれを二分している真ん中を貫通しているバス通り沿いの にありますこのようにタマネにはですね、えー、各カテゴリーごとにこういう看板が設置されておりますこういうのを目印にして、えー、お墓前巡りして,してください、えー、三島由紀夫さんは10区1種13側32番ですここの看板を抜けてここに10区のです、ねえー、トイレ あります。こういうのを目印になりますね。ここの脇入っていきます。そうすると。ここですね。10区1種13側。このように、えー。各カテゴリーごとにこのようなえ番、ー、地が立ってます。ここの、えー、列に。あります。 ちなみにこの列のすぐこちら側にはですね、えー、柴山八八さんという海軍大将のお墓とか、あこれ同じように、そのお兄さんは、えー、伏見寺田屋事件とかに連座して、えー人と、人とかですね、結構歴史上の人物のお墓があったりします。さあここの道、沿いですね、10区1州13川の32番。 ここに、えー、三島由紀夫さんのお墓があります。ちなみに三島由紀夫さんはこれペンネームですので、えー、本名は平岡と言います。なので到着しましたここですね。平岡家の墓です。平岡家の墓です。まあ、三島由紀夫さんの本名は平岡喜竹と言います。こちらに墓石がありますね。 はい、腰があります。ちょっと私の影も映っちゃってますけどね。えー、この平岡夏さんっていうのは、まあ、三島由紀夫さんのおばあちゃんですね。で隣の平岡正太郎さんというのは、えー、おじいちゃん。このおじいちゃんはですね、福島県知事やカラフト長官などを務めた内務官僚の人です。原高次の側近と言われている人ですね。ですので幼少期の時はすごくあのお金持ちで。 えー、ボンボンに育てられた三島由紀夫ですがその後と太郎さん失脚とかしてね結構没落しちゃってます隣の平岡光子さんというのが、えー、ちょっと若く18歳で亡くなってますけれども三島由紀夫の妹さん妹さんですねそして、えー、ここに平岡公武狐、えー、三島由紀夫と刻んでます ちなみにその隣、ですね隣平岡梓さ,さんというのは三島由紀夫のお父さん。お父さんもですね官僚さんでしたね、えー、農商務官僚で水産局長とかも務めた人物です。なんか同期に、あれですね、総理大臣とかも務めた岸信介と同期だったそうですね。でその隣、えー、お母さん、静江さんです。これ、平岡静江と呼びます。えー、学者の橋健三の橋次女 でその隣が平岡洋子さん平岡陽子さんは三島由紀夫の奥さんですね日本画家で文化勲章も受賞した杉山,の杉山氏の長女です、まあ、杉山洋子さん自体も翻訳家として活躍されました、まあ、これが今眠られている平岡県眠られている方々です まあ三島由紀夫さんはですねもう語ることもなく、ノーベル文学賞候補の一人としてもノミネートされたぐらいに、世界中で、えー、読まれている作家さん、超有名作家さんですね。で、その後、盾の会とかを結成して、えー、もう有名な1970年11月25日、東京一街の自衛隊で、えー、立てこもって、えー、乗り込んで立てこもって、そこで活腹自殺をしたと。 これが、えー、三島由紀夫さんですで実はですね、この、えー、亡くなられた、亡くなられてここに葬られたわけなんですが、亡くな,れ亡くなられた1年後ですね、えー、ここのお墓からですね三島由紀夫さんの遺骨が盗まれるという事件が起きました。ちょうど1971年9月ですね、お墓参り、ちょうど9月ですからね、えー、お彼岸でお墓参りに来たご遺族の方が、 なんかちょっとここ,こ,こがずれてると中を確認したところ三島由紀夫さんの遺骨がなくなっているってことが発覚しましたえ結構この事件新聞にも取り上げられるほどの事件だったんですがちょうどその頃ですねここら辺府中府中市一帯はですね例の,たあの3億円事件3億円事件でが起きたばかりでですね、えー、ちょっとこちらの三島由紀夫さんの遺骨盗難になかなか力を注ぐことが できていなかったそうですそんな時にたまたま非番の警察官の方がですね、えー、三島由紀夫さんのここら辺の地域ここら辺をちょっとこう来てた時にですね、まあ、たまたま非番,のせ非番の警察官がちょうどちょっと行ってみましょうすぐ近くなんでねちょうどですねあそこの先ほどのトイレのところの横の、えー、ちょっとこうもっこりしたところがあるんですけど。 まさにこここですねこの木のあるところの、このちょっとおかじになっているところ、ここでですね、えー、三島由紀夫さんの遺骨は発見されます。なんか何かあるなっていうのを、そのたまたま、ね、立ち寄った警察官が、えー、ここをちょっと確認したところ、えー、三島由紀夫さんの骨壺がそのまま埋まってたと。そして、えー、ご遺族さん呼んで立ち会って、中を確認したところ、 まあ骨と一緒に、えー、一緒に納骨した、一緒に入れた葉巻、三島由紀夫さんがよく吸ってた葉巻、そんなのも入ってた、そのまま中の状態はそのままの状態だったということで、えー、三島由紀夫さんの遺骨はこう戻ってきたってことですね。そして、再度、三島由紀夫さんの眠られているこの平岡家のお墓に再埋葬されるんですが、 これはちょっとだいぶ昔ですね、私、あの小野三島由紀夫さんのお墓を管理している石材屋さんの方と、えー、お話を聞いたことがあるんですが、もうここの、これ、かろうとって言うんですけどね、納骨堂の手前のこの蓋のところですね、まあ、これ、もう二重三重と、ものすごく厳重に作られて、もう資料とじゃ、とてもじゃないけど、開けられないぐらいに、そのような細工も作って、ですね、もう二度と盗まれないような形になっていると。 えそんなことを聞いたことがありますさあこのバス通りバス通りと言いまして玉根の真ん中を貫通している道路がありますその通り沿いに11区11区がありますはいこのように看板がありますのでこういうのを参考にしながら11区のえ一種十川十四番 ここに与謝野晶子さんとその旦那さん、与謝野鉄管さん両、両者とも歌人として活躍した、えー、方です。明治、大正、昭和、初期にかけて活躍した歌人の方なんですね。与謝野晶子さんはね、教科書とかにも載ってるぐらい、まあ、有名な歌人ですからね、えー、その方の若めに、若参にしていきたいと思います。もうまさにこの今入ってきたところのこの左側の、左側の列に、 与謝野明子さんののお若がありまますので行ってみましょう子、まあ、さ,さんは、まあ、明治時代の時にものすごく活躍した歌人ですね明治大正昭和とその明治時代は、まあ、女性の方がいろいろ発言をするってことがなかなかこう厳しい時代でしたねそんな中、えーね、女性が、ね、なかなか自分の言葉を声にして、えー、言うことなんて難しい時代だった中ですね えー、歌に乗せて思いの丈を伝えていたその伝え方もですねものすごく、えー、ストレートだったのでとっても刺激的な、えー、歌を読まれた方、えー、です歌人です、えー、とても有名な歌としてはですね1904年ちょうど日露戦争にの最中ですね日露戦争に 与謝野明子さんの弟さんが出世することになってそれを嘆いて歌った歌、まあ、皆さんも聞いたことあるかもしれないですが「えー、ああ弟よ君を泣く君死に保うことなかれ」そんなフレーズから始まる、えー、歌があります、まあ、この作品は戦争に対する悲哀と評価された一方ですね,ね戦争を反対してるんだっていう非国民だなそんなような声も、えー、出て、まあ、今で言う 炎上ですかね <laughs> 今でいう炎上、えー、そんなような状態になったぐらい、えー、すごく反響があった歌ですねでその詩のですね3連目これがちょっと問題だったんですね「君死にたもうことなかれスメラミコとは戦いに大水からは入れ,まさな入れまさね」ですね まあこれは天皇は戦争に自ら出かけられないじゃないかと歌った歌でこの表現がものすごく問題になったってことですねそれに対してそういう批判に対してですね与謝野晶子さんは歌は誠の心を歌うものと反論したもうとっても強い方ですさあ到着しましたこちらが与謝野晶子さんと与謝野鉄幹さんのお墓ですねえ右側がよさの 明子さんのお墓ですで左側が、えー、旦那さんのよさの鉄杏さん。まあ、本名は与謝の宏と言いますので、えー、こちらは与謝の宏と刻んでますね。<laughs> この三角屋根で全く同じものが並んでいます。向かって右側が明子さんで、えー、左側が鉄杏さんですね。鉄杏さんのお先に亡くなってますね。1935年に先に、えー、亡くなって、その7年後に えー、吉野晃子さん、1942年に亡くなりました。で、この墓はですね、その2人の門人や知人の手によって、西村伊作の設計によって作られたお墓になります。はい、この正面ね、こう、刻んでます、裏にはですね、その門人さんの建立、えー、者の、建立者として刻んでます。そしてこの手前のところ、ちょっと薄くなってますけれども、こ、ね、れ、 何か刻んでますね。これ、句が刻んでるんですね。与謝野晃子さんもそうですし、与謝野テッカーさんのところにも刻んでます。これ、何が刻んであるのかと言いますと、二、えー、つともですね、与謝野晃子さんの句、えー、となります。テッカーさんの方が、何はつに咲く木の花の道なれど、むぐらしげりて君は行くまで。ですねでこっちが、こっちもちょっと見えづらくなってますね。こっちの えー、よさのあきこさんの方は、えー、今日もまた杉氏昔となりたらば並びてねれん西の武蔵野と刻んでます <laughs> こんな感じですねさあそしてさらにですね墓所にはですね左右にまたこれ貝が立ってるんですねこれ右側こういう貝ですねで左側の方もこのに立ってます こっちは与謝野鉄幹さんですね。与謝野鉄幹さんの歌詞が立ってます。知りがたきことも多かった、知り尽くし、今何を見る、大空を見るっていう、ひろしって書いてありますね。これは与謝野鉄幹さんの句です。そしてこっち、こっちは与謝野晶子さんの句になります。さつきよしの山 光道、末も終わりもなき世のごとく、秋子と書いてます。まあ、こういう墓所ですね、はい。この三角屋根が特徴的な与謝野晶子さんと与謝野鉄幹さんの和歌でした。えー、千元山の入り口 でですね、多摩霊園はです、ね、もう端っこの方なんですけれども仙間、えー、山という山とちょっと隣接しておりますその隣接している、まあ、地域がですね26区になります26区ですで江戸川乱歩さんのお墓はですね26区一種17川6番にありますので行ってみましょうここを歩いたらすぐにですね 見えてきました。26一種17側ここですね、この番地はい、もありました。26一種17側です。ここの、えー、側にですね、あります。6番目に江戸川乱歩さんのお墓があります。江戸川乱歩さんはですね、本名は平井太郎さんって言いますので、お墓はですね、平井家の墓になります。 はい、もう見えてきました。この平池の墓、こちらになります。はい、ここの平池のお墓に江戸川乱歩さんが眠っております。ちょうどこの入り口の右側にですね江戸川乱歩墓域と刻んでありますので、すぐにわかると思います。 はい、江戸川乱歩さんも皆さんもね。名前聞いたことあるという人たくさんいると思います。えー、探偵推理小説家ですね。ミステリー小説家とも言います。えー、江戸川乱歩さんはですねえー。なんでこれ江戸川乱歩っていう名前なのかと言いますと、ロシア人作家にですね。エドガーアランポっていう方がいまして、えー、その方のお名前をですね。もじってえ江戸川乱歩としたとされています。 初道作は「二千同化」という作品で「えー、新青年」という雑誌に掲載されましたそういうのを皮切りにですね「D 坂の殺人事件」とか朝日新聞に連載した「一寸帽子」えー、防止とか、えー、そういうトリックと論理のある探偵小説を目指して独創的な作品を世に出した方ですそんな江戸川乱歩さんですね年に 江戸川乱歩全集というのが全10作間で13巻でですね出され、えー、約24万部を売るというね戦前にしてはもう大ヒット、えー、そういう売り上げを誇ったベストセラーの人気作家でございます、えー、日本にですねこういう謎解きとかですね推理とかねそういうのを小説を通して、えー、描いたという初めての人ではないかと 思います。まあ、前にもですね、翻訳本をたくさん出されてはいてですね、外国の作家さんでそういう方がいてそれを江戸川乱歩さんも小さい時にですね、お母さんに読み聞かされたなんてそんな逸話がありますそこから興味を持ってそういう謎解きの小説を描くようになったとされていますただですねそういう小説が売れるとやはり論争も起きますねこの探偵小説というのは文学的な小説じゃないんじゃないかっていうそんな意見も出てですね 探偵小説芸術論争なるものもの、えー、繰り広げられましたどうしてもですね謎解きの作品になるとその謎解きの話がですね、えー、ちょっとあの普通の文学よりもそう過ぎてしまう文章が多くなってしまうということでそういう論争もありました、まあ、そういうことに対してですね江戸川乱歩さんは、えー、こんなこと言ってますね「そのために謎解きを強調するんだ」みたいなねそうやって反論もされています。 えー、そして何よりもですね、えー、1936年に少年向けとして書かれたあの明智小五郎とか少年探偵団が活躍する怪人二重面相ですね怪人二重面相これを生み出してた、えー、作家でもあります戦後はそれもテレビ化されてですね大変ブームになりましたその後も創作とともにですね評論研究指導に力を入れて日本探偵作家クラブを創立し初代会長を務めたり 江戸川乱歩賞とかを設立しそういう推理作家をですね育成などもしておりますそういう江戸川乱歩さんですねはいその江戸川乱歩さんのこのお墓のですね左側に星がありますちょっとこの星をちょっと見てみましょうはい、一番最初はですね七代目平井木右衛門と書いておりますここですね平井木右衛門さんこの方はですね もともと江戸川ランさんもですね出身が三重県なんですがこの三重県の津にですね津藩というね東道家の、えー、がいましたそこの家老を務めていた方ですねあここに書いてありますね津の東道藩家老高、えー、石高が戦国って書いてありますねはいでもともとこの平井木上門さんというのは通称の名称で 多分平井信頼という名前で人命辞典などでは紹介されている人ですその隣が、えー、おばあちゃんになる和ささんですねわささんはこの木右衛門さんの5歳です実は前妻はですね殿様の即女だったということでちょっとここではね解説しないんですが一応私の歴史が見る玉蓮園のホームページは詳しく紹介しております その5歳のマサさんとの子供、も、長男になるのが、その隣にある平井茂雄さんという方ですね。これがあの江戸川ランプさんのお父さんになります。そうですね、あここにも特許税理士著書日本商法、えー、紹介っていうんですかね、まあ、そういう本も出されている、江戸川ランプさんのお父さんですね。まあ、お父さんはあの三重県の名張の方でですね、役人を務めておりまして、 その後、土地開墾事業などにも従事して晩年この特許弁理士という形あの仕事に就いていたそうですねでその隣がお母さんの菊さんですね修雄さんの奥さんで江戸川ランプさんのお母さん菊さんですねまあ江戸川ランプが小さい時にそういう探偵推理者のですね、外国の方の本、えー、当時はですね黒,い黒岩類彦とか菊池雄宝という方が 外国人の作家の探偵小説を翻訳してそういうのが世に出ておりましたそういうのを読み聞かせていたそうですよなんか絵本とか童話よりもそういうのにすごく食いついたって言っていることが事前に書かれておりましたそしてこの「平井太郎」って書いてあるのが江戸川乱歩さんですね「筆明江戸川乱歩ってこれも刻んでますね簡単に作品のとか簡単な略歴がここに刻まれて おりますで太郎さんの、えー、奥様が龍さん。龍、ね、さ,さんはもともと小学校の先生をやっていて、えー、読み聞かせる会で、えー、江戸川ランプさんと知り合って結婚されたそうですね、1919年に結婚されました。そして一人,人息子のです、ねえー、平井龍太郎さん、こちらにあります、ね、平井龍太郎さん、一番端っこにあります。えー、これも書いてあるんですね立教教大学名誉教授 えー、元社会学部長って書いてありますね、この平井隆太郎さんというのは、えー、心理学者でした、こういう方も眠っております。ちなみにこの平井隆太郎さんの息子は、ですね、えー、鉄道マニアではもう知ってる人は多いと思いますが、平井健太郎さんといいまして、鉄道研究家で著名な方ですね、鉄道模型雑誌のトレインとかの編集長されている方ですね。 これがあの平池の、えー、お墓になります。江戸川乱歩さんのお墓参りでございました。ちなみに最後にですね、この江戸川乱歩。墓碑という書かれた、この石柱の後ろはですね。こう書いてありますね。あ、これは江戸川乱歩さんの実質だということ。で、えー、龍太郎さんが建てたんだっていうことが刻まれております。 エドワー・ランボさんのお墓参りでございました。